行くよ。3、2、1。はい、こちらの冷やしみたらし、得点は、じゃか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 、じゃん。はい、こちら、3.8 点です。そこで、止まって。やだ、ちょっと恥ずかしいです。このまま。じゃかじゃかじゃかでいいよ。じゃかじゃかじゃかでいいよ。ここから。うん、じゃか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 じゃん。もうタイミングがちょっとあるね。もう一回。恥ずかしいんですけど、すごく。今1カメで撮ってて、1カメで撮ってて、じゃかじゃかじゃかでやって、じゃかじゃかじゃかで、じゃんで2でいくから。じゃんね。OK です。いくよ。はい、いいよ。はい、こちらの冷やしみたらし。点数はジャカ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 ジャン。はい、皆さんこんにちは。アリサのパティシエのお時間です。いつも見ていただき本当にありがとうございます。今日もやってきました、アリサのパティシエ。本日の本日のスイーツはこちらです。じゃじゃーん。はい、冷やしみたらしです。こちらセブンイレブンさんで売っているみたらし団子のようなものなんですけれども、私あのみたらし団子って串に刺さってると思ってたんですけれども、こちらあの普通に箱に入って売ってました。税込み価格120円です。実際のところちょっとみたらし団子と言いますと、やっぱり穴が開けちゃった開けてます。もうすいません。食べますよ今日も。もちろん美味しい美味しいみたらしを、みたらし団子冷やすっていうのはあんまり私んちだけなんですかね、なくって、常温で食べたいなって思ってたんですけど、セブンイレブンに行ったらスプーンをくれました。みたらし団子スプーンっていう。はい、それでは早速いただきたいところなんですけれども、取れませんよし、いきますよ。皆さん準備はいいですか。みたらしがとろーんってなってます。いただきます。うんうん、お餅です。すごいみたらしのタレがちょうどいい、甘すぎずしょっぱすぎずちょうどいいです。見えますか皆さん、このとろっとした感じ。もう一個いただいちゃいます。いっぱい食べます。今日も取れない取れないよ。いただきます。せーの。うん、うん、すごく美味しいです。ありがとうございます。うん、タレはですね、このぐらいとろっとしてます。タレ食べちゃいますね。うん、おいしい。なんか餅の新食感って言いますか、なんて言うんだろう、みたらし団子って団子ってすごい硬いっていうか、なんて言うんだろうな、ちょっともちもちじゃなくって粉っぽさっていうのがあるじゃないですか。だけどセブンのこの冷やしみたらしはあんまりなくって美味しいです。で、私のおすすめはですね、やっぱり冷やしみたらしなので冷やして食べるのがおすすめです。はい、ありがとうございます今日はこんな感じで冷やしみたらしをおすすめしました。こちらの冷やしみたらし点数つけさせていただきたいと思います。ちょっと噛んじゃいましたね。はい、こちらの冷やしみたらし点数はじゃか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 じゃーん。
点8 はい、決まってなかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さて8点すごい美味しかったです。はい。ありがとうございます。またちょっと長く言っちゃうと怒られちゃうんでね、今日はこの辺にしておきます。次回もぜひ皆さんこういった美味しいスイーツ紹介していきますので見てくださいね。それでは今日のアリサのパティシエのお時間終了です。ありがとうございました。また見てねー。